玉龍寺は、岐阜県下路市金山城中説にある、釈迦如来を本尊とする臨在宗明真珠派の寺院で、三号は、洋中山。増田西国三十三礼城一番札所である。境内には、多くのもみじや、銅弾筒子が植えられ、もみじ寺の別称で知られる、紅葉の名所となっている。伝説によると書国を暗略していた狂気が、当地に、薬師如来を法案して、 洋山東稿寺として開いたとされる。その後、昭示年間に鎌倉高野にあった自覚大施策の観音像が高によって寺に運ばれてくるという気づいがあった。この際に事後を見、宝山金剛寺に改称している。高に乗った観音像は現在でも、当時の観音法院という道にあり、高平井観音と呼ばれて、増田西国33霊場の札所の本尊となっている。 室町時代に、慶・道玄凸が、玉隆寺の十字となり、臨在宗明真珠派の寺院に改めている。天正十四年に、十字の随伴元境が、日田国士となった金森長近に最高を訴えて認められ、治療を与えられる。金森長近没後、その法名にちなんで、夜中山玉隆寺と改めた。法暦九年、火災により消失している。 現在の仮覧は、法歴11年に再建されたものである。寺内には、飛騨鉱山藩主三代の遺骨が分骨されて、墓が設けられているほか、江戸時代初期に徳川家康に清過ごしを提言した終わり藩士、山下氏勝の子である、山下氏政が故あって、この下原の地に、道康と合して陰性した。氏政は、 日田鉱山藩主金森氏が街道を往来の際に利用していた下丸旅館の館主となったことから、玉隆寺にも関連の品が存在する。また、加減郷十六河村の大名主で、日田御大郎の一人に数えられた、加藤三郎衛門の次男で幕末に万延元年県米施設の随行員となり、日田出身者として初めて世界一周を果たした、加藤相撲の墓などがある。 ありがとうございます。